KHB 祭りは宮城県仙台市に所在する東北地方におけるテレビ朝日系列の機関局である東日本放送が2007年から2015年まで仙台市都心部の高等大公園で毎年開催されていた無料の屋外イベントである。東日本放送が1990年から行っているグリーンキャンペーンの PR を兼ねたファンの集いとして2007年9月1日に 初めて開催された。高等大公園の賑わいのゾーンに位置する市民広場を会場とし、自社制作番組のブースや飲食ブースなどの各種ブース、同局のマスコットキャラクター、グリリのブースなどを展開、ステージでは同局の人気番組突撃、生意気 TV の出演者らによるトークショーのほかキャラクターショー、 地元ミュージシャンやゲストらによる音楽ライブなどが行われる。2013年からは、高等大通りを挟んだ、憩いのゾーンに位置する、憩いの広場、野外音楽堂に会場を広げステージが増設された、ほか、同局が主催し、ゴールデンウィーク期間中に大原神林公園で開催していた、KHB フリーマーケットを同時開催し、多くの来場者を集めている。 開催日には特別番組が組まれ、会場からの生放送が行われるほか、番組収録が行われる。ありがとうございます。